9月1日に行われた J1 第29節で、最下位の北海道コンサドーレ札幌は14くらいの川崎フロンターレとホームで対戦した。動画、先制団の青木が武蔵の追加点をお膳立て。71分に先制点を挙げた青木亮太は80分、正確なクロスで鈴木武蔵の追加点をお膳立て。青木の1ゴール1アシストの活躍で2対0の勝利を収めた。 残留争いに苦しむ札幌だが、8月に入ってから調子を上げており、これで3連勝を達成。26節、アビスパ福岡戦のドローを含めれば、4戦負けなしだ。着実に勝ち点を積み上げる札幌。SNS 上では、今サどうしたすごいな今サいいぞいいぞ。勢いすげえな、残留あるんじゃね。 奇跡を起こそうとしてるといった声が上がっている。この川崎戦の勝利で最下位を脱出し19位に。反転攻勢の夏を終えた札幌がさらに巻き返すことができるか。